皆さんこんにちは。アイスタイル工務部の翔太です。前回の床のメンテナンス動画は見ていただいたでしょうか。今回も前回に引き続き家のメンテナンス方法をご紹介したいと思います。それでは早速参りましょう。はい、移動してきました。今回は壁のメンテナンス方法を皆さんにご紹介したいと思います。こちらアイスタイルの壁は漆喰を塗ってますので、そちらの補修方法をご紹介したいと思います。皆さん、メンテナンス動画はいかがだったでしょうか。たとえお家にヘラがなくても、定規などを代用していただくと簡単にお家のメンテナンスができます。皆さんもぜひやってみてくださいね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。最後まで見ていただいた方には特典がないんですけれども、あ、ちょっとすいません。もしもし。え？今日のロードショーはトイストーリーだって？すぐに帰る。それでは皆さん、さようなら。